第5節「郭林新機構気候ウォーキング」郭林新機構は中国の郭林女子が自らの進行がんを克服するために従来の伝統機構に中国医学や西洋医学の成果も取り入れて草案した機構法です。郭林女子は10年間の大変な苦闘の末この新機構を草案しました。この間に 自分自身の癌を完全に克服したばかりではなく自分の草案した隔離新機構を指導し多くの末期がんの患者さんを救い指導者の育成にも力を注ぎました隔離新機構の根本は心の鍛錬にあります体を動かす工法はあくまで体操によって体の循環不全を改善する一手段なのです東洋医学的に言えば 基地のバランスの乱れを体操によって改善し精神的な安定をもたらす心身の状態を作り出すのです人は雑念の器と言われるように発達しすぎてしまった大脳の働きにより自分でも気づかないうちにいろいろな考えに取りつかれています心配恐れこだわり失意恨み悲しみ迷い疑い非難自己弁護 自己顕示妄想焦りなどに満ちているのが私たちの心ですこれら大脳の必要以上の反応が病気を作り上げ悪化させる原因となりますこの大脳の有害無益な過剰反応の習慣を抑制して無心で明るく平らかな心を保つ時間を大切にする日々の訓練こそ気候の大切なポイントです林により、 否定的な心の動きを封じ込め肯定的な明るい心を保てるような身体的条件を整えることが大切です各林新気候では次の3心が大切であるとされますこの気候をやり抜こうと自分で決める決心必ず効果があるとの信念を固めて迷わない新人毎日無理をせず迷わず楽しく必ず続けていく行進 新機構では意識の持ち方に我がシルベインという言葉を使います我がシルベインとは意識を自分以外の外のものに向けることを言いますこれ対して我内シルベインとは体の中の特定の場所を意識することで丹電呼吸法で下腹部の丹電を意識したりする場合です前の第4節で述べた補給用条項は 典型的な「割れないシルベイン」の意識状態で行う機構法です。核輪新機構を行う場合は、割れないシルベインではなく、我がいシルベインの意識状態で行い、自分の身体のことについて意識したり、病気のことを考えたりしないようにします。これは、体の内部の状態に対して、余計な心配をせず、無心な意識状態を作る妨げにならないようにするためです。 自分の体のことや病気のことを考えないようにしようと意識するとかえってその言葉が心に引っかかり体や病気のことを過剰に意識してしまう場合がありますこのようなことを防ぐには気候を行う時に外の景色や空の天気などに意識を持っていくようにします以下に各林新機構の代表的な広法を紹介しますが その中心となるのは歩行すなわちウォーキングしながら行う気候法です。自動車の発達により人間は歩く機会が少なくなりました。樹木が多く空気の正常なところをゆっくり自然界の姿を眺めながら歩くのは大変健康にいいことです。心臓や肺に負担をかけない程度の速度で歩くことは健康に非常にいいのです。 空気も悪く、病人等の不健康な気の充満した病院でひもすがらテレビを見たりつまらない本を読んだりして漫然と時を過ごすことは病気の治療にも悪くまた貴重な人生の時間を無駄に浪費することになります自分のペースでゆっくり普通に歩行してもいいのですが各林新機構の気候ウォーキングをすればがんなどの慢性疾患の治療により有効と言えます 各林新機構の一つの工法は以下のような手順で行います。以下の図は各林新機構協会出版のテキストより引用しました。